はい、どうも、ケタです。まあ、今回ね、まあ、結構前に巻物の釣りをあげたということで、その後ですけど、巻物をね、こう、ある程度通しました。で、まあ、結構釣れました。そっから、フォローっていう感じで、まあ、立ち位置はね、ここしかないんで、まあ、この立ち位置からできる釣りっていうのをやっていこうかなと思います。巻物でね、まあ、連発したんですけど、そんなに釣れる予定じゃなくて、まあ、そんなに釣れると思ってなかったので、まあまあ、びっくり。多分このワーム系でも釣れるかなということで、とりあえず釣れるかどうか分からへんから、まあ釣れるのであれば簡単に釣れるであろうルアー、沈み虫の2.6インチの進化、これから行きたいなと思います。まあこんなんバスおったら一発で釣れるんで。で、ラインはフリーね、絶対。投げたらフリー、張らへん。張ったらあかん。絶対張ったらあかんから。もうこれだけはもう毎回言う。たるめる。アクションした後も絶対たるめる。自分でも確認してもらっていいぐらい。もう、あ、今糸張ってるなと思ったらこう緩めてもらってっていうぐらい絶対に張ったらあかん。こんな高比重のワームとか糸さえ張らへんかったらいつ食うか分からへんとか、もういつでも釣れるチャンスあるから、とにかく張らずに自然と落とす。で、自然と置いておく。放置してる時も絶対に張ったらあかん。だからこうずる引きする時もずる引いてずる引いてずる引いて、もう止める時も絶対こう緩める。ちょっと止めておいてから糸切れを取ってずる引く。この止めの間もね、結構重要だから。これ今秋なんですけど、これが冬になってくるにつれて止めの間をね、長くしたりとか、バスが、まあ動きが鈍ってくると、やっぱりそのバスが動きたくないんじゃなくて、やっぱ体温がない動物っていうか、体温がないんで、彼らは。水温に体温が左右されるんで、どうしてもその自分は動きたくても多分体がね、動かへんのやと思うんですよ。その、やっぱ秋とかね、夏とか春とか、そんな水温が、まあ、適水温に近い時のように、体がね、その自分の思うように動かへんから、まあスローな釣りになってしまうと思ってて、僕は。その中でもやっぱ体がね、こう動きやすいというか、しょっちゅう動かしてる、まあスポーツマン個体というか、そんな感じのやつは冬でもね、巻物でがっつり食ってきたり、まあほんまにタイミングさえ良かったらトップでも出たりするんで、まあ、そういうね、まあ冬になると、まあ、ちょっと話脱線しましたけど、そういうね、冬になると、まあ体が動かへんくなると思ってるんで、よりゆっくりね、動かしてあげる。でね、目の前にさえこう通ってくれたら食うと思うんで、そんな感じでやってます。まあとりあえず今はね、ずる引きじゃないんで、ちょっと話は脱線しました。なんかから外れたら、すぐに竿を向こうに戻して、ラインを垂れめる。やっぱ何かに引っかかって外れた瞬間というのは食いやすいんで、その瞬間をいかに美味しくさせるか。まあ食えんかったら回収で。こんなん沖まで引っ張る必要はないんで、自分の狙いたいところだけ狙って、あとは回収でいいと思います。ええとこ入ったな。食ったよ。おっしゃー。
沈み虫 2.6 脳進化ありがとう。まだこんな沈み虫とかスナップで使っとったら、スナップで使うんですかって聞かれそうやけど、スナップで使えます。超過に関係ないんで。まあ気になるときは外して使いますけど、ほとんど気にならへんから。気になるときって、そのスナップが魚から見えて食わへんとかじゃなくて、ワームの、フォール姿勢が変わるのが嫌なんで、その時に使うぐらい。だからバックスライドで、ほんまにこうバックスライドさせたい時とかは、前に重心を置きたくないから、後ろにネイルを刺して、でスナップは外して使います。まあでもバックスライドもほとんどスナップ使ってやれますけどね。超波に関係ないんで。はい、もう最近のマイブームですね、これは。投げて最初のホールでほとんど食う、そんなワーム。何これ、ちっちゃすぎる。寄ってきてるのか。あ、寄ってきてんや。めちゃくちゃ寄ってきてるわ。オッケー。はい、沈む飯。はい、沈む飯 3.2 インチちゃうわ、 2.6 か。この脳進化よう釣れるな、ほんまに。はい、30ちょっと4ぐらい、5ないぐらいかな。まあまあいいサイズ。ありがとう。はい、ザリバイブジュニア。でもバイブレーションはタラ巻きでもリフトアンドフォールでもどっちでもいいと思うんですけど、とりあえずタラ巻きでいいかなと。夏場とかで深いところを探るときはリフトアンドフォールとかでもいいんですけど、まあ、こういうサライ系で、でまあ、秋で魚が散らばってるやろうなっていう時っていうのは、もう基本的に投げてたら巻きで、まあボトムを取るか取れへんかは気分次第。まずは僕は最初はボトム取らずに、ボトム取らんくても途中でボトムに当たったりするんで、最初はとりあえず投げてそのまま巻く。これが一番シンプルで簡単で、かつ一番釣れると思います、サライ池では。よっしゃ、食った。ちっちゃいな。ちっちゃいけど巻きで釣れた。30ないぐらいかな。ありがとう。はい、巻きやっぱり連発せへんかったんで、もう一回沈み虫。これあれやな、ボロボロなってきて、飛行性悪なってきたな。新品に変えます。ボロボロなってくると、投げた時にこうやって曲がりやすくなるから、飛行性がカーブしたり急降下したりするから、新品に変えます。なんかね、秋と春はザリガニ食いが多い気がするから、なんかこう赤を使うことが多いですね。バイブレーション、まあバイブレーションずっと赤やけど、ワームもね、なんかこう赤系使いたくなってしまう。関係ないけどね、カラーは絶対関係ないけど。
抜けた。でかいでかいでかい。OK。A サイズ。でかいでかい。よっしゃ。よっしゃ。OK、4ジャップ。45ぐらいかな。まあまあでかい。OK。 45超えてたよな。しゃあ。沈め虫 2.6 インチの進化パックリ。 OK、 ありがとう。この臭い嫌やな。うわ、気持ち悪い、気持ち悪い。まだ2でそう、気持ち悪い。はい、まあとりあえずね、朝の短時間調光 GoPro バッテリーが1回交換やったんで、まあ2時間ぐらいかなの釣りで、まあ巻き物でも楽しめたし、まあああいうね、脳進化系のワームでも楽しめたし、良かったかなと思います。まあちょっとね、人がまあまあ来たんで、まあこれにて帰ろうかなと思います。まあ最後の魚ね、めちゃくちゃいい魚で良かったです。うん、まあとりあえずね、沈む虫 2.6 インチよう釣れるんで、あれ投げといて、あれ投げて最初にしっかりフリーホール、ラインを張らずにしっかりフリーホールさえしたら、まあ誰でもね、基本的に簡単に釣れるワームかなと思うんで、持っといたらバスはね、釣れると思います。ってな感じで、まあこんな感じで、ね、今回終わろうかなと思います。